に関してはえーと1週1週目からありにします一週目からありです、はい、ここら辺把握漏れとないようにお願いしますチャットに関しては二週目からえーとまあ死亡中傷えーと暴言等はテンぷら通りとなっております脂肪中傷脂肪吸引みたいな言い方しないでチャットに関してですね COCCO、えー、のみとさせていただきますそれ以外のチャットはやめてください あとは、えっ、ー、と、嵐ケアしとこうか。えっ、ー、と、嵐がいた場合、嵐陣営が負け。えっ、ー、と、鈴木が一人いた場合、その人ずりでお願いします。二人いた場合は、そちら側陣営負けにします。万が一、村とローだった場合は、えっ、ー、と、時間短縮のためにロー側の負けとさせていただきます。他側の負けに,するんだに質問ある方、いらっしゃいますか っていうこのゲームマスターのあれも始まったので、役職外はやめていただきたいなと思っております。だから、なしでお願いします。役職外ここら辺は、えー、とご協力お願いします。めっちゃ勝率にこだだわる人なんだなんでは、えー、と始めたいと思うんですが、スタートコールだけちょって言うと誰かに任せてるんで、どうしようかな。えっ、ー、と、8番さん、スタートコールお願いします。スタートー ピヒロさん頑張ってー2500ピリいありがとう。ママ、カリキチャあっ、目立ってしまったし,しまった目立ってしまった <laughs> 目立ってしまった <laughs> やってしまったくそ配信者のサガというやつかこれがク <laughs> ついエコーまでかけてしまった <laughs> くそ<ー>。<laughs> やってしまった やべえもう噛まれるあ,あと進行論でなんか一番いい進行論とかあれば聞きたかったんだよな 朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした <laughs> 4番のプレイヤーは発言してくださいはいおはようございます進行論に関しては特にないというとないわけじゃないがありくりきたりなことしか思い浮かばないかな霊能、うん、の,の精査って しないよりはした方がいいが、100例えば延長して120秒中、60秒とか、なんかふざけた時間を使うんじゃなくて、どこがどうかって、簡潔に理由だだけ述べべててて周目っっ回すすきだと思ってます一番大事なのって、霊能が真、老でない限りって、占いの精査、あとはグレーの狼がどこにいるかっていう精査だと思ってるから、霊能の精査は俺はすべきだと思ってるけど、グレー精査、占い精査に時間回すべきかなと思ってます。 絵、まあのを引いた方には申し訳ないがミニゲーム、霊能制作に関してはミニゲーム程度の,あの重さしかないと思ってるんで、うんまあ、でもミニゲームに勝ってこう、つみせられてください。5番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、5番私、占い師です。7番さんに白刺さってます。7番さんに白刺さってます。うん、よろしくお願いします。4番さんの信仰的なところはね、まあ、宗教がいろいろあると思うんだけども、あの4番さんの話、 あの宗教はね、まあ、僕と同じ宗教かなという感じにしますね。占い師の決め打ちに勝てば、基本的にはこの超人気っていうのは勝てると思ってます。基本的にはね。うんあとは、まあ村にね、おかしなムーブをしない人がいなければ、まあ、普通に勝てるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので、村の皆さん基本的には単体的に白くなってほしいなっていうのが僕の信仰論ですね。で、カリドとかね、あの霊能とかいろいろあると思うんだけども、カリドは基本的には僕は潜伏でも。 場面的なところでもあるんだけども、基本的には潜伏でいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、カリウトさんにお任せしますがねっていうところです。まあ、例に関しては2周目に出ればいいんじゃないですか。1周目に出るとなんかね、あのー、出たところにまたなんか偽の占い師が白を打って、あ、グレーがちょっとあれなのでどうのこうのとかいう,いう場面があるからね。しかも霊能に白を刺さってるってなってくると、あのー、結構新郎とか追わないといけなくなるからちょっとめんどいんだよね。だから、あの能、ー、っていうのは2周目に出て、人、あのー、人と人狼のあのー、 連携を取ら,取らさせなないいいいようううににすするのが一番いいかっっていうふうに思ってふ思ますその場面、21の場面にはなる可能性もあるし、その場面だったら2一になったら結構強いかなって、グレーの人狼が釣れたら結構強いかなっていうふうに思ってるから、その場面でいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、一週目の一発目っていうところで、これぐらいの進行論ですかね、私の占い師の視点で言うのであれば。うんまあ、今現状、4万3は僕は白く見えてますよ。うんまあまあ、あれだけの発言で正直白黒つけろっていうのは無理だけど、 まあ宗教が同じっていうのと、まあそうですね、まあ話してる感じ、結構落ち着いてた感じがあるかなというところで、4番さんを若干白目に置きたいなとは思ってます。6番さん、どうぞ。6番のプレイヤーは発言してくまさい。さいはい、村人陣営です。えと、ー、いうか、霊能です。ごめんね、5番さん、出ます。<laughs> いや、まあ、霊能だからね、まあ結局2日間の命なんだよね。うん うん、盤面どうなっても、うん、でも4番さんの進行ってあの自分がえ普通に村人引いた時ってやっぱりそういう <laughs> 進行取っちゃうから、うん、4番さんにそうだね。うん、進路進路ケアもないよね。と番さんも、あのー、最初は良かったんだけど、うん、後半コイン追加して言った部分に関しては、えー、ちょっと。んだろう さまだ対抗とか出てないからあれだけど雰囲気的にちょっと狼めもあるのかなコイン制作たうん、それぐらいかなうん例のですごめんね出ちゃった7番のプレイヤーは発言してください,ださいはいおはようございます村人陣営ですうん4番さんに関してはまあ そうだな、あの霊能が22になった場合、霊能精査はその長々としなくていいっていうのは同感か,かな、占い精査とグレー精査の方に時間割いて発言するべきかなって思ってるので、そこに関してはまあ同じかなって思いました。5番さんに関して私にしろなんですが、まあ、4番さん、現状若干白目、白目というま,まで言うのはちょっとあれかなと思うんですけど、2週目だと思うから4番さんって。うん5番さんなんかまあ印象は良かったですね。 えっとね、霊能に関して2週目に出て狂人と人狼の連携を取らせないようにっていうのがなんかなんだろうな人外に有利な盤面を作らせないようにしようっていう意欲がまあ、印象はいいかなと思いました進化にせかは分かってません6番さんに関しては2日間の命って言ってたのがちょっと気になったぐらい8番のプレイヤーは発言してくださいはい、はい、メモ取ってました まあ4番さんに関しては、ま、進行論ないって言いながら進行論言ってたじゃんぐらいの感想ですかね。まあ、特に、ま、そこも含めて進行論かなと思うので、えー、特に色付けはないです。5番さんに関して、えー、まあカレ彼ドの話は、ま、宗教。ご自身が言ってたように宗教だと思うので、そのままでよくて。で、人外に取ら、えー、連携を取らせなくていいから、霊能は出,出なくていいっていうのが占い視点じゃないなと思いました。占い師視点って、霊能を確定させて、その人の、えっと、精査を省いて、 どこが黒かどこが白かっていうのをグレーがえっと狭い状態で考えるべきだと思ったので、えっと、占い視点じゃないなと思ったし、あと、その振動のケア、えっと、霊能に狼が出た場合の視点がないなと思ったので、かなり偽せめに思ってます。で、7番さんは5番さんの印象がいいって言ったのがちょっとよくわかんない。 発言を60秒でまとめるっていうのも大事ですよね。はい、発言してください。そうですね。5番さんに対しての見方って結構8番さんと同じかなってとこですかね。5番さんは占いだったら占い目線で言えば多分例の釣り切ってる間に占い結果残したいですよね。うん、まあとりあえず5、6とあと片白7置いといて、だから8番さんちょっと印象いいって感じですか。4番さんはあの 霊の精査はする精査はするけどミニゲームで釣り切るあれ結構印象悪くないですか精査してどっちが真か分かったんだったらし決め打った方が強くないですか真勝ち取った時の霊能残ったの強さってないですよね、うん、釣り切るんだったら精査いらないんで全部の時間をグレーの精査と占いの精査に使った方がいいんじゃないかな、うん、逆に中途半端かなと思いましたねどっちかい1個でしょって思ってます のプレイヤーは発言、はい3番白3番白把握お願いします。まあ実時点では8番9番が印象いいかなって感じです、ね。ただ、えっと、8番さん、一応5番っていうのは、えっと、例のに進路が出てるケースを考えているので、えっと、まあそこだけ把握クもいいかなと思ってます、ね。5番は、えっと、例のに進路が出てるケースを考えている。で、えっと、あまり5番が、えっと、まあ進路進路をすると考あまあそっか、例のために近くするか。 まあ、多分えっと5番がオオカミだと思ってます。強人でわざわざえっと例のオオカミを忘わせる必要がないと思ってるんで5番がオオカミだと思ってますからね。えっと5番がオオカミだと思ってるんで、えっと、5番から伸びるラインを見ていけばいいと思ってるんでまあ,あの精査は2周目かなとは思ってますね。ただえっと現状では8番9番が印象いいかなっていう感じですね。以上です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。 1>, 1と5だったら1の方が真かなって思ってますね。うん、5番が4番は印象がいいと言っていて、まあ、その宗教が同じだからとか、なんかあんまりしっくりこないなって思ってます。はい、9番の4番に対する指摘は良かったと思う。ただ別に4番は今のところく別に黒要素という黒要素が拾ってないから、うん。俺も精査するなら精査した方がいいと思うし、中途半端にやらないで。 決めつけないの気持ちでやった方がいいし、しないなら、もう何も言わずにノ脳死で釣り切るぐらいがいいと思って。優先順位低いって言ったしな。あくまで八、はい、番も、まあ、七番が、えっと、五番認証いったのが分かんないとかね。結構いい、精査しっかりして8、八九白いと思ってて、別に、ただ、四が別に、そこまで黒くなければ、俺目線でいのかいっかちょっと目立ちすぎたかな思えないって感じかな。それこそ五だなろうとか、一が死んだと思ってるかな、今のところ。以上。三番のプレイヤーは。 発言してください、まあ、ペペですよろしくお願いします。村人陣営です。えっ、ー、と、占いものも把握しました。えっ、ー、と、このポジション好きなんですよね。一周目から無駄にできないこのポジション、一番いいです。うん、そうですね。まあ、5番さんに対して印象が悪いという8912に関して、えっ、ー、とまあ、と、えっ、ー、とそうですね。まあ、7番さんとかですかね。まあ、5番さんに印象がいいという発言が出ましたが、 うん、皆さん、理由が薄いかなと思います。8番さんに関しては分からないしか発言してないのに、それに対して9番さんは、それに対して8番さんの印象がいいということに関して、うん、理由がちょっと薄いのかなって感じてます。で、2番さんに関しては、それにすり寄っている発言かなっていう感じがしてるので、若干2番さんは微妙かなと思っております。うん で、7番さんに関しても、5番さんに対して何が印象がいいのかも、ちょっと理由を述べて言ってほしいかなというところが正直なところ。で、4番さんに関しては、えっ、ー、と、霊能に対しての発言。うん、まあ、僕も釣り切りで、もうその時間がもったいないという考えに対しては、9番さん、2番さんの考えは、うん、まっとうかなと思っております。うん。そうですね。まあ、5番さんと1番さんの話を聞いた感じでは、まあ、1番さんののが心配が高いのかなっては思いますが、うん、5番さんは、えっ、ー、と、発言が伸びているので、 うん、まあ2周目聞いてみてかなって感じですかね5番さんはうんそうですねしっかり話してたのが7番さん的にはしっくりきてるのかなって感じがしてますがそこら辺がちょっと臭いのかなっていう気持ちもありますまあ2周目聞いてみて、えー、と僕は釣り位置を上げていきたいと思っております以上です4番のプレイヤーは 発言してくだ,だ ?38 はあんまり釣りたくないかなっていう印象かな。1周目時点で思ったことは、5番の、えー、っと進行論の中の、えーっと、対抗が霊能に白を、占いが対抗に白が出た、刺したっていう言葉のチョイスの仕方に引っかかっていて、5番視点でどうのこうのっていうぼやかし方をしたが、対抗がどこに白を刺そうと、5番視点ってそこ白じゃないし、仮に対抗が霊能に白を刺した場合って、 自分好きに占えるんだからむしろ嬉,嬉しくないって思ったけど言葉のチョイスに引っかかったぐらい一番に関してなんで例のを一括すると思ったのか素直に聞きたい一、ね、番も五番を狼で見る理由がめちゃくちゃ弱かったと思うけどかなだから五一に関しては一周目聞いた時点ではどちらからも悪い要素を拾ってしまったから悪い意味でフラットです七、うん、番に関しては五番が印象よく見えた理由を一番聞きたいかなと思ってる、うん なんでまず何で8番を釣りたくないかと思ったかっていうとあの時点で俺が思ったことって5番にせっぽいなっていう感じと理由自体は8番と目線は違ったが5番の言葉のチョイスの仕方に違和感を覚えたのと7番が、えー、と5番がしっかり喋っていたからかなんか知らないけど印象がいいっていうのが意味が分からなかったから8番が真っ先にその視点を持って殴りに行けた点が8番が印象一番良かったかなと思ってるかな。 3番に関しては、まあ、8、3で言ったら8の方が釣りたくないんだが、3番に関しては1番を死んでみるという視点に関しては謎だったが、なんか3番単体からそこまで黒要素は取れなかったかなと思ってるかな、五7、七番に対して違和感を持ってる視点っていうのは3番同じだったから、9番に関してはまっ当とうっていう意見が出てるが、あの釣り切るにしても考えても、心霊の残した方が村にメリットあります。 9番の殴りは不当だなって思ったのと 2>,、うん、2番に関してはどっちつかずだなっていう印象どっちかあ4番さんは僕の中では今村かなっていうふうに思いましたね。4番さんっていうのは1と5のあの叩きに行ってあの8番を釣りに 釣りにに行きたたくないいっっっててて言んんんだだけども八番さ不当僕を叩るよねその八番さんを釣りたくないって言ったその四番さんって結構場面が見えてないなこの人って人狼だったら八番を擁護する必要がないって思ったから四番さんは村かなっていうふうに思ってますで一番さんも八番さんのその僕の当への叩き方っていうのを言ってくれたんだけどもなんで九番さんに対してはそんなに白要素を感じたんでしょうか一番さん目線ね九番さんっていうのは八番さんの僕の不当への殴り不当の殴りを九番さんはそれをあの

出てこられて1番さんが占い師出て1番さんが6番さんに白でしたとか言われるとあの1番さんのグレースケールがまずあの広くなるそして6番さんのローを追わないといけなくなるだって僕目線6番さんを占えないからねだから16ローローっていう場面を追わないといけなくなってしまう場面があるからこそあの結構面倒くさいっていうのがある、うん、そこまで全部説明してんだけどうん <laughs> ここまで行ってわかんないですかね、うん、僕釣り一は9番さんですね。9番さんっていうのはあの8番さんに丸便ンズしてあの僕の2戦目の相方っていうのが不当だったかなっていうふうに思ってますね、普通に、ね。で、1番さんっていうのは9番さんをつ釣りに行きたくないしかも9番さんを変な理由で白く見ているっていうところから結構安直に1 9ロ6かなっていうふうに思ってます。1番さんの教授目は全然感じられませんでしたね。6番のプレイヤーは発言してください。ああ、一角じゃないですか。ありがとうございます。 えでもね、7番さん、えー。僕はどっちにしても2日で死にます。はい。それは違和感でも何でもないんですけどね。うん、だから1周目って5が偽っぽくて、で、まあ太鼓も出たし、うん、7番にも、白崎の7番にも違和感感じちゃったから。まあ触れんとくか、5は。5が今日でもローでも7かこやるんじゃないかなーって。 あの他の人の発言聞いても思っちゃったかな。うん、ちょっとね、その4番さんの8番さん釣りたくないっていうのは、あのー、まだ2周目の発言聞いてからでいいと思うんだけど、えー、じゃあ、例のね、えー、ありがとう、えー、一角したんで、4番さんだけは外してくんないかな。うん 位置的に考えても、別に2週目で強人とかだったら対抗で出ててもいいと思うんだよね。まあ、とりあえず4番さんは、えー、外してくんない今日は、うん。だから8、9、2から、えー、ランダム処刑してほしいかな、うん。みんながちゃんと他の人の意見って。でもやっぱり2週目の発言聞いても、うん、ごめんね、僕はちょっと5番さん。 1日目に関しては、うん、新名少ないかっていうの方が新名だったかな。ゴールーっていうイメージが強い。7番のプレイヤーは発言してください。さいはい、2周目お願いします。 えと現状1周とちょっと聞いた段階で占い審議に関してはどっちが真かどっちが偽かっていうの明確についてません。っていうのも1番さんに関しては1周目89が実施点印象いいのと5は狼だと思うっていう発言のみだったから。 だから2番さんがそ,そこの位置で1の方が進化かなって明確に言えるのが逆にすごいなと思っていて私が5番さんのこと印象いいって言った理由はちゃんと述べたんですけど4番さんも8番さんもちょっと聞いてくれてなかったのかなってちょっとショックなんですが5番さんが私自身印象いいと思った理由って私も占い師引いた時って例えば対抗の狼とか狂人占いがイ、えー、のがポンって出た時にそこに白打たれるのってすごい嫌なんですよねグレーが広く取られちゃうし私も結構狼占い引いた時に この霊能に白打ったりとかするからなんだろう霊能は最初から出て精査したいっていうその考え方も一理あるし分かるけど8番さんの考え方もあるけど5番さんのなんだろうなそ,のそういうグレーを広く取られるのが嫌だから2周目に狂人と狼の連携が取らせないように2周目で出てほしいっていうのも。 全然考え方としてはあると思うからそれって考え方の違いで、5番さんに関してその連携を取らせないようにしてほしいっていうのがちゃんと理由付きで述べられていて なんだろうな人間有利な盤面を作りたくないっていう意思がすごい取られたから、そこに関しては印象いいって言った。ただ、進化にせかは分かってないって言いましたね。だからそこ理由述べていたから、4番さんとか8番さんとかちゃんと聞いてほしいかなって思った。8番さんに関してはそこはなんか考え方の違いかなって思いましたね。5番さんに関して占い視点じゃないって言ったけど、私は今述べた理由で別にそこはいいかなって思ったから考え方の違いかなって思いましたね。 うん2種目聞かないと何とも言えないけど9番さんはちょっと8番さんのほぼ同じで色が落ちてない2番さんはちょっと新目の上げ方がちょっと雑すぎるから現状2番さんかな8番のプレイヤーは発言してくださいまあ仮にその霊能が2種目出た方がいいっていう考え方があったとしても5番さんからその発言が出るのがおかしいって言ってるんですよね5番さん目線はもう自画比でもグレーを狭めて あの絶対に黒市を見つけなきゃいけないんですよ。占い師だったらね。だけど、その視点がないんですよね。まあ、確かに、あの、新郎のケアっていうのはあの、ちょっと聞いてなかったです。そこに関しては不当だったかもしれない。申し訳ないです。ただ、占い師目線じゃないなと思いましたね。占い師は一日でも早く霊能に出てほしい。で、グレーを少しでも狭めたいっていう。その人が有利ってよりは、人が有利にさせないってよりは、 占い師自分が占い師であれば自分が有利に進める方向に持っていってほしかったっていうところですね。そこは変わらずですねで、えー、9番さんの4番さんへの殴りって4番さん自身も言ってたけど不当で、えっと、4番さんっていうのは霊能の精査の,の優先順位が低いって言っただけであくまで精査はあのグレーとかにするべきっていう話をしてて。 でも、例の生産も、まあ、実践中に低いけどするならしようよって話をしてて。で、それを言っただけで、えっと、4番さんの印象悪いっていうのは結構不当だなと思いましたね。で、8、9でこれだけ差があるのに、2番さんっていうのは、えっと、8、9白いって言ったんですよ。1番さんも。そこはちょっとよく分かんなかったかな。割と差はあったと思いますよ。私の便乗だったし、9番さんは。だし、えっと、4番さんへの視点っていうのも違うかったしね。 ところで同列に見るのはちょっと不自然だなと思いました1番2番に関しては、まあ、現状えっ、ー、とーそうね占いの精査はまだ分かってないってところですね釣りちゃん2番さんかな安易に89を同列に持ってきたここですかね9番のプレイヤーは発言してくださいしてください5番さんに対する目線についてよく よくあの8番さんの便乗で9みたいなことで8番さん自身にも言われてるんですけどで8と9の位置が変わったらどうなりますかっていうところですね。自分も5番さんは結構初手の方で出てるから占い師目線だったら例の方早く出てきてほしいじゃないですか2週目4番さんの位置でじゃあチャットで出てきて5番さん精査間に合わなかったらどうするんですかっていうだから5番さんの占い目線じゃないっていのを思ったのを8番さんの後に言ったから便乗1って言わない一番納得いかないです。うん で4番さんの不当って言われたんですけど、別に自分、4番さん、黒いとは言ってないです。でも、2週目の発言で、あのー、結構黒いなと思いましたけどね。だから6番さんには申し訳ないけど、一番4行きたいですけどね。4番さんって3と8を白いって言ってるんですよ。自分は、まあ、便乗とは言われてはいるけど、8番さんと5番さんの目線が一緒。さらには、4番さんの霊能の,の進行論については、3番さんが 9, 9と同じって言ってるんですよ。 そうすると4番さん目線って3と8白いっつってんだったら9白いじゃないですか。そこなんで9がおかしいっていうのかが全く納得できなかったですね。そこに乗っかって5番さんにも9は8の便乗位置だって言われて、これちょっと6番の霊能師さんに悪いけど、自分は4番さんから行きたいですね。占いの精査で言え5番さん偽じゃないかなって思ってます。 2番さんは5番さんの発言を聞く前に1の芯を追ってはいたものの、自分は5を2世だと思ってるんで、2番さん目線、5を2世だと思ってるんだったら、目線が一緒だから、今日は2からは行きたくない。4から行きたいですね。はい。便乗ではないって言いたいですね。はい、1番のプレイヤーは発言してください。カリド出てもらっていいですかあのカリド出てもらっていいですかカリド出てもらっていいですか えっとまあ今日ははい2番3軽りとかはいわかりました4番3釣りますええっと <laughs> 1> 4点1への殴りが不当でそもそもえっと1番がはえ あのまあ4番がおかしいと思ったかな。あの4視点の,あの1番の偽要素の上げ方が雑だと思いました。2番、8番の成分がおかしいと思ってて、8番ってえっとなんだろうな、9番が便乗位って言ったけど、9番全然便乗してないと思うし、8番、9番は実視点ではえっと白くなります。あ、そうだそううだだ4番にお,おかしいと思ったのは、だからそもそも5番がえっと狼で。 あの5番五番狼で上げる要素が薄いって言ったけど、ちゃんと要素を上げました。はい。で、えっと、実践では8番、9番が白いのは当たり前じゃないですかね。8番、9番が、えっと、5番のことを思いっきり殴ってる。かつ、8番って5番の話聞いてないんですよね。えっと、8番って、えっと、5番の五番の狼を知っていたら、そもそも8番は5番の発言を聞き、新要素、偽要素、どちらとも言える要素をしっかり上げなければいけない。五番あ、8番、八番っていうのは5番、ロ熟ジックにおいて絶対いない人間です。かつ、9番はめちゃくちゃ白いと思ってて、9番って、えっと、この中で結構 HP 低いと思って、 6番が4番釣らないって言ってるのに9番が4番に殴りに行く必要って狼でありますかね9番百村ですねはい、はい、まあそんくらいかなあのー、どうする出るのが遅いからこうなったんだけど霊能さんに任せたかったけどはいえっと2番が死んだと思ってるんで2番が6号へ8番が15へで55、えっと、釣りからで飲めますかね はい、えっと、一号を精査して、どっちが偽かと、えっと、一号の欄です。今日は一号の欄。<laughs> 占い師精査、今日一日しかつけれませんが。はい、えっと、九番さんは、あの、霊能の、えっと、四番が釣りたく、四番を釣りたくないって言ってるのに。えっと、九番さん、H. P. P. のに四番に殴りかかってます。九番村だと思ってます。二番。のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。百パーセント、五が偽だと思いますね。はい。 なぜなら5番さんは役気あらしに9番を1本して。しかも理由も特にない。曖昧ですよ、理由が。はい、で、えーまあ、8が人外俺目線人外で、えー。残りのもう1人外は4、7のと、ね。これどうすっかな、はい、?7 番目線で1周目の、まあ、話は分かったけど、結局5、1の先生はつけられてないじゃない,んゃない。2周目の5番の発言をして、真終えますか まあ本当もう俺が1守りでもいいレベルだと思ってるけどね。はい、で、今日は4番釣りますね。4番釣り。4番釣りのクロス越え。H の指定上ジりでいいですかうん、まあ怖いのは8が6を守ったと言い張るところだけどね。可能性があるからね。これは非常に怖いかなと思ってます。はい。で、俺は1が死んだと思ってる。カットに入れてー。1ーの方が死んがいと思ってる。で、9番は白いと思ってるよ。4番の指摘、4枚の指摘っていうのはこれ下がしかないのかな うん、それに9番が、まあ、そう HP が低いのにってそうそうそう。例のに逆らってあえて4番に行く理由っていうのはないと思ってるから。あの流れだったら俺でいいと思ってるし。9番目線ね。うん、で今日は4番を絶対釣りたいと思ってますね。はい、4番も、うん、4番が一番 8, 8, 8はもうあれだ。94でくられたら圧倒的にやっぱり4番の方が相対的に黒くなるから。9が白いからだったら。はい、なんで4釣り。 4釣りの、えー、61のクロス越え。はい、あくまで9投票でいっか。4釣られそうだけど。以上。3>, 3番のプレイヤーは発言してください。2番さん今のはなんかおかしいな。8番はあ,あれかって。んん二2番さん臭いね。ごめんね。グレイクなら4かな。4番さん釣り値上げてなかったし。うん。 発言等も押し返してるだけだからねって感じかな。だからグレーするなら4かなって感じ。でまあ6番さんは、えー、と8、9、2で行こうとしてるところでまあ結局初と2で対抗出てきてるから6番さんよく見えてるなって感じがするかな。うん。で7番さんは何だろうね。2周目結構焦ってて早口だったなって感じ。そういう印象があるな。うーん。どうなんだろうね。でも7番さん的には言いたいこと言えてるんじゃないって感じかな。 うん、で、9番さんもしっかり8番さんとは違うよということを言ってて、うん、しっかり自分の、えー、と発言を持ってたなって感じがするから、ムラっぽい感じはしました。って感じかな印象的には。だから一番グレーをするなら4からかなって感じがしております。うーん。そうだな。で、1番さんに関してもちょっとおかしいなと思ったなぜカリウドを出そうとしたのかも言ってほしかったし。うーん。 この場面で狩りを出そうとしたり、りがあるのかどうか否か。それに対して、二番さんがやっぱ一が死んだという発言に対する。若干の違和感があります。僕は。うん。まあ、とりあえず、グレズリーで四つって、クロス防衛し。クロス防衛してもらってから、精査して,いくてかか、ね。まあ、六日まれた。まあ、いいか。そんな。以上です投票を始めてください。<laughs> ありえん。おらじゃないべ。 4番のプレイヤーが選ばれました4番のプレイヤーは発言してください 100%2 番にせの9番村の3番オオカメだと思う123か5231番の発言からおかしい予想ってなくて 九番の村要素の取り方に関しては、九番って俺の話を聞いてないが、俺への殴りなんだろうな。九番の殴り方、はあんまおかっぽくないなと思った。俺の話は聞いてないけど、九番も俺、九番が便乗したなんて一言も言ってないぞ。八九で精査つけたのって、八番の五七見る視点と、九番に関しては五七見る目線は八番と一緒。だったか、らそこでもどうでもよくて、九番の四番のえっと殴り方がおかしい。つ二番と三番だよね。人多分二、三だと思う。 あのそもそもの話グレー詰めありえないんですけど <laughs> 212番面だから狩人か占いからしか手つけちゃいけない番面ですねあの2番が偽に見えた理由に関しては2番視点で、えー、とまず3番が外れていることがおかしいですねなんで4か7の2択になって2番視点で3番がないんですか4番が黒くなるロジックって何ですかね3番が外れた理由は2番視点で あと3番視点って2番臭いっていうようなことを,をしながら2番が押した4番釣りで1周目思ったのは23って1番が狩竜と出ないかって発言に対して一切触れないなとは思ってたただ23で精査した時は3の方が印象良かったし89で精査した時は8の方が印象良かったと思ってる謎釣りだなこれ だ9番が霊能に逆らってかつのが自分に届く状況で俺に対してヘイトを向けている行動は9番の HP が低いっていう理論はもっともだと思うから9番は村だと思うがほぼ3番格老だと思ってる人外でしかないと思ってるかな3番の視点ってはいあとは任せたあっさだそかカリウドローラーすべきなのか夜が来ました目を閉じてくださいやっちまったなクロス声とかしてる場合じゃないのかカリウドは目を開けてくださいカリウドは 4白書を選んでください。いいのかなほれほれ、ほら、おべ。 ああ、占い釣りの。占い釣りのクロス護衛か。んできなくない占い釣ったら。ああ、そうかそうかああ、なるほど。こう、交互護衛っていうか。ああ、なるほど。朝が来ました。 昨夜死んだのは6番7番のプレイヤーは発言してください,ださいはいえー、っとってか6番さんかわれてますけどご縁先あのご、ー、縁先2番さんが偽だと思っていて私単体で3番さんがおかしいと思ってました3番さんってえー、っと訴訟に関しては 1>, 1の方が新芽って言ってたけど5番さんに対して5は発言伸びてるしなーって言ってて1の方が新芽の理由もわからないし5が発言伸びてるから1の方が新芽なのに5が発言伸びてるっていうなんか精さん意味がわからない2周目に関してはえー、とっとてか狩流とか占いしかないと思うんですけど2番さんって釣り位置に上がってから使用してるしえー、と2番さんのね5が100%偽って言える要素がわからない。 えっと、むしろ役目線なのは8番さんの方だし、えっとね、役を持っててそんなに100%にせとか、要素も、えっと、ロジックも、えっと、上げられずに言える方がおかしいと思ってるし、え、2番さんって6番さん応援するって言ってなかった123なら7に黒打たんかね。<laughs> いや、4釣り黒すごいとかありえないでしょう。占いかかりうだように、212は。えっと、で、3番さんのおかしい要素は、えっとね、 4歳クロス語へお願いしますって、どこから目線やねんって思ったし、どこから目線やねんって,って,んって思ったし、えっと一番さんから急に4おかしい、2番さん4おかしい、三番ん4おかしい、なんかここら辺が怪しいと思ってる <laughs>。おかしいと思ってるよ。今日はにずりで、でも明日、決め打ちで大丈夫か。えっとまあ9が白い理論もわかるんだけど、えっと4おかしいって言って、 8は5の話聞いてないって言ったんだけど、えっ、ー、と、あなた目線5って人外なんだから <laughs>、なんか何を言ってんだと思ったかな <laughs>。あと、8、2で比べて、えー、と2の方が真になる、1番3目線2の方が真になる理由が意味がわからない。はい、1、二2世だと思ってます。3いきます。8番のプレイヤーは発言してください3いくの今日2でよくない今日2でよくない 決め打ちで浅すればいいでしょ。2つってら。はいはい。えっ、ー、とーあー、まあ、4番さんは白だと思ったけどね。ああ、しまったなー。そうだね。占い、占いかかりゆだから手をつけるべきだったね。ちょっと整理できなかった。申し訳ない。で、えー、っと、9、九番さんは、まあ、 なんか HP 低いとか言われた。<laughs> 大丈夫なの ?HP 低いっていう表現が。<laughs> わかんないですけど <laughs>。まあ確かになんかすごいこうカットしてるなって感じしましたね。でもう、霊能の言うことをひっくり返して4から行きたい。まあただそれが、えー、っと、1番目線ってもう、1番目線は4級どう思ってんだろう ?4 馬さんのこと黒だと思ってんのかな ?4 は割と妥当なこと言ってたと思うけどな。4に投票する理由がよくわかんなかったかな。 ま9番さんがオオカで、まあ、言い返しで逆上したっていう可能性もあるしで9番さん私は9番さんのことを、まあ、便乗って言ったかもしれないけどプラス4番サインの視点がおかしかったあの指摘が不当だったっていう話をしてたからこ組み取ってほしかったかな、まあ、今日はちょっと、まあ、例の守れなくて申し訳なかったけど今日はじゃあ2番つって明日精査でいいんじゃないかな。 1>, 1番さんに関してはちょっと理由が足りてないかな。み,みんなから3つ言われてるけど、まあ、今日言うことに関しても理由をしっかりつけてほしいかな。2番をいんで思った理由、それから、えー、っと、まあで、いやいや、でも、8号の話はあってたと思うけど、ね、7番さん言ってたけど、まあ、理由つけてほしいかな。9番のプレイヤーは発言し,発言してください。うん、なんか全然わからなくなっちゃった。2番さんのすらで、うん まあ4番さんを釣りをしたのは確かに自分ですでも4番さんの遺言でまあ黒かって言われると何とも言えないですそこは今ちょっと6番さんのテレパシーをねもらって4の色をきあの気にしてるんですけどでも自分は2精子してるのは5番さんだったんですけど <laughs> 3番さんの唯一の黒要素としては3番さんってあの約持ってないんですけどクロス占いの提案をしたっていうとこですよね 昨日、狩人は6守るべきだったんじゃないですかね。占いに紙が入って、どっちかに紙が入れば、どっちかが噛まれた方が真っていう判断になるんで、残り2世っていう進行を取れたと思うんで、わざわざクロスを提案して、まあ、6を噛める状態を作ったっていうことであれば、3ってめちゃめちゃ怪しいんですよね。うん、ただ5番さんの真を、 おえって言われてもどうしても八番さんの便乗だって言われたのが引っかかっちゃってて <laughs> めっちゃ切れて切れい散らかして、ね、なな HP 低いとか言われるんじゃないな 2> 2番さんは何ですらしたんですか昨日アーマーですかアーマーは納得できないですけどね結構困ってます困ったなでももう決め打ちですよね まあ、いずれにしてももう3号のンですよね3号のンですねちょっとこのあと3番さんと5番さんの発言聞いてからじゃないとどうしようもないはい困ってます1番のプレイヤーは発言しさいで4号ロールを2番強人だと思ってますよ、えっと、9番さんに言うと今日は、えっと、2番の狩人が2セット確定してるんで2番つってください2番つってから、えっと、3番5番の精査ですはい えっと、4番、5番の要素、うん、5番は昨日、えっと4番はき、4番に対して強靭がないと言ってましたが、えっと、それは4五郎々だから成り立つことじゃないでしょうかね。はい、5番って四番の強、えっと、2周目の発言を聞いて、強靭がないって言ってたと思ってます、僕は。はい でえっと、8番が2 0 0に見えた理由は、えっと、9番に平トを持ってきたことかな。九番、えっと、別に8.9番印象良くなるから、ね、9番で8番と同じこと言ってるから、便乗,いや便乗で9番に平等を持っていくんじゃなくて、えっと、8点は9番のことが印象良くなると思ったから8番の方が偽かなと思いました。二番かかい数字は拾えてなかったです。ごめんなさい。僕が狩人はミスっていました。はい、では明日2番。えっと 今日2番つって明日、えー、3号の精査ですね皆さんははいでサ番さんは黒打,てるん打たれてるんだから、えっと、5番の偽要素をしっかり、えっと、上げて1番の新要素を、えー、自分で上げてください、はい、勝てると思っています2番釣りましょう 2>, 2番のプレイヤーは発言してください、はい、まあつらしたのは申し訳ないと思うけど、まあ、そもそもね8が出るのが遅すぎるしねっていうところもあるんですよ、うん 俺目線、1が新起きして、8に1声が寄,せて寄ってるから、俺はそれでいいと思ったから、そういう提案をしたんです。はい、じゃあ、どういうふに見えたんですか ?8 番さん。あなた、新借りですよ。私は降,降,降りましたからね。あなたが新借りですよ。はい。あなたの精査に全てがかかってますけど、大丈夫ですか ?12 ローロですかどういうふに見えてるんですかはい。12ローローないですからね。うん。3黒出てるから。<laughs> はい。じゃあ、23ローロですか ロ何言ってんの私はね、あの5番いけだと思ってるんで、5番いきますよ。1と3も5番いってくださいね、はいで。5番は3番に入れるんでしょ。うん、で、えー、8番は俺に入れるんでしょ。7級も多分俺を2手だと思ってるから、えー、どうすんだろう、俺に入れるのか、うんで。5番は3番に入れるからね。同票になっちゃいますよ。 いいですか ?5、3、ンですよ。<laughs> 千葉さん、俺、教授に見たらな5、3で 5, 5番いってください。俺、俺、あの、降りてますからね。はい。<laughs> ね ?8 番が早く出ればこんなことにならないわけで。はい。で狩り出すべきでは面でしょで。1番がそれを真っ、まあまあ、先に言ってるから、1は真なんですよ。5が偽でしかないんですよ。はい。5、4、6が、6噛んでる人で。はい。9は最初ですから。5、4、6、6、7教授に提出しますね。 いいいすかはい、俺がローでじゃあ6噛みますかって話ですよ。じゃあ俺が巨人だった時13ローローでしょ。だったら35のランでいいじゃないですか。言ってる意味分かりますか ?5 番いけます。3番のプレイヤーは 発言してください、はいえー、と皆さん発言、僕の発言聞いてますか、えー、と僕は一番さんが狩人を出したことに一番さんの新名が下がったって発言をしています。その時点で5番さんの新名が僕的に上がったような発言をしておりますが、7番さんはそこら辺を拾ってないのかなというところ印象があります、えーと。だから僕的には、えー、とあの場面では5番さんの新名が高いのかなって思っておりましたが、まあ、黒田さんだったので5番さんが偽かなって思っております。まあ、それ以外に理由は特にありません。 で、7番さん目線、えーと、なんで僕はいきなり釣りを押そうとしてきたのか。うん、で、僕目線、カリウド、クロス防衛って言いましたけど、僕がこの位置だったから、1番さんの場所でカリウドを出したから、僕目線どうすればいいんですかじゃあ、カリウドの新ゲメすればいいんですかねそれともブルナイチの新ゲメすればいいんですかそれともロラかければよかったんですかねそれが全くわからない状況で、それをする方がむらりのない行動だと僕は思いますが。 うん、だからグレーズルしか飲めないって言ったんですよ、うん。それの何がおかしいか僕は分かりません。で、7番さんがいきなり僕が、えーとまあ、2週目で7番さんのことに対して言ったのか気に食わないのか何なのか分かんないですけど、いきなり僕に、えー、とヘイトを向けて発言をしてくることにすごく違和感を感じております。うん だと思いますけどねだって4番さん釣り位置上げてないんですよ。うん、この人、強人かなと思いました、正直、うん。でも7番さん、隠し色になったから7番さん、は強人。黒いな。と僕は思いましたが。<laughs> すげえ黒いなー、うん。そうじゃないですかね。僕がいきなり新決めした方が多分びっくりすると思いますよ。うんまあ、今日は今日は5言ってもらいたいんですけどね。反対で黒いんだよな。5番。 のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、よろしくお願いします。五番ですね。はい。で三番さんでクロが出ました。うん。で多分これは一三ローローに強人だと思ってます。 でまずあのおかしなところをどんどん言っていきますね。二番さんっていうのは四五六六七強陣で見てたんですよね。うの話はいらんわ。番さんって一との五の精査がそんなにつくんでしょうか。うん。正直わからないですね。で二番さんが四番さんの五五五って挙げたのであれば、四番さんの黒理由って何ですか。全然挙げてないですよね。うん。二の話いらんわ。四番さんの遺言を見てあの本当に黒で覆われた形で、ね <laughs> 人外に。人外で人外で。四番さの真意が全く分からなかったですね。正直。罵倒されてんじゃねえ。えであのまあ。 正直僕目線では7番さんと8番さんと9番さんの投票がないと勝てないので、あのー、そこら辺問いかけますけど2番さんっていうのはなぜかわからないけど僕投票なぜ、うん、かわからないけど1番さんを真に見える5番さんの,あの発言で真を終えますかって、うん、2>, い<や>2番さん目ないの発言で真をからよく場面が見えてるよね、うん、この番目、うん、1 3ロ6って3番さんっていうのはあのー、正直僕発言的にはぶっちゃけ白い く感じましたぶっちゃけね、うん、で僕は 2, 2, 2は絶対偽装だなっていう,ふうに思ったから1、2、6かなっていう,ふうに思って3を占ったんだよね。うん、でそしたら3黒出ちゃったの。うん、だから正直ぶ、ぶっちゃけ僕は3の黒要素を上げろって言われたら、ぶっちゃけ僕は上げられない。うんまあ、発言がちょっとあやふやだったから、1>, 1を真に見て、次は5を真に見てっていう、ちょっと、なんていうんだろう、天秤にかけたような考察する方だなっていう,ふうに思ったぐらい、ただ4釣りがちょっとおかしいなっていう,ふうに思った、うん。それぐらいだったね。 うん、今日は3五に投票してくださいね。絶対3号ですよ。2に投票するとかやめてくださいね。なんでだよ。なんでだよ。でも1、2、3の投票が間違いなく僕に来きます。7番さん、8番さん、9番さんも投票が間違いなくなんできます。今日は3番さんに行ってください。投票やめてください。えー、えー、どうしよう。 危なっ3番 1>, 1だけがまともだった。ーー発言してください 1>, 1が動いてたらどうしてたどしてんだろう僕、黒要素ないし黒でないんで、あのどうしようもないんですけど、うん。で、僕、さっき言った通り、5番さんを真目で見てたので、うん <laughs> どううしよよもないんですよね5番さんが最初、えー、っと発言的には、まあ、ちょっと怪しいかなと思って1番さんと切磋した時ですねで2周目の発言した時に、まあ、5番さんの方が新芽が高いなって思ったちょっと優柔不断な村人なのでうーんこれで5番さんの黒要素を上げろって言われても若干1番さんの方が黒いかなって思ってたので叩きようがないのですが、まあ、黒を上げられた限り、えー、っと5番さんを釣るしかないんですけど、まあ、僕の黒要素を あげれない。五番さんとの戦いには、ちょっと負けたくないかなっていうところがあります。今日は五番さん、行ってください、お願いします。五番のプレイヤーは発言してください。はい、五番です。よろしくお願いします。まあ、ぶっちゃけ、もう投票で負けてるからね。<laughs> あの、まあ、八、まあ、番さんは、あの、まあ、僕の発言を聞いて信用してくれたみたいなんでね。まあ、それだけはもう、まあ、まあ、嬉しかったですね、それだけですね、嬉しかったのは。うん 9番さんには何が伝わらなかったんだろうなっていうふうに思ってます。もう1番さんが2番さんに投票してる,ししてる時点で、何で2位かなかったんだよ。ぶっちゃけもこれ、人材票はもう負けてるので、もう正直、あのー、負けなんですよね。<laughs> ぶっちゃけ言うと。<laughs> うん、もう9番さんが、あのー、僕に投票してる時点で、ねい、何で2位かなかったんだよ。1>, だよ1番はだっても5番投票してれば勝ちだったんだもん。うん、負けなんだよ。<laughs> どう考えても。4番で強じで連れてるっていう可能性はほぼほぼ僕はないと思ってますよ。 2が狂人、13ロールだとい2でいいじゃねえかよ、まあ、ここ間違いなくそう思ってます。9番は何をどうどういう発言を見て僕を偽目におったんですかねあの申し訳ないね。あの8僕は8番さんのことは正直黒く見えちゃって、あのおかしな、まあけ結構太なの黒にされたからねで。そこに乗っかってる9番っていうのはすごく僕に僕目線ではすごく黒く見えてしまった、うん。だから僕は9番を釣りたかったっていうのが視点ではある。うん ただこうなってこうな、こういう場面になって3番を裏、まあ、僕、正直3番を裏の予定はなかったんだけど、場面的に3番を裏なわけねなと思って3番を裏なったら、3番さん苦労が出ちゃったんだよね。うん、まあまあもうな、どうなんだろうね。うんまあ本当に、あのー、僕の発言を信じてくれるのであれば3番に投票してください。あのー、4番で強人人狼連れてる可能性はゼロですね。ゼロです。3番さんに投票してください。間違いなく。うんそれぐらいですかね。 もう言い残せることはこれぐらいです。まあ、ただ九番さんが一発五番さんに。五はかわいそうじゃないよ。五は,は投票ばらすってのが悪いんだから、二っていけ,けばいいんだから。投票を始めてください。五はもう自分の組み絞めてるだけだよ。二に投票して、また明日説得すればいいんだから。 5番のプレイヤーが選ばれました5番のプレイヤーは発言してください。さいはい、まあ、まあいいんじゃないですか、もう負けで、うん。で、まあ僕のどこのどういう発言を持って2戦目に見れたのかっていうのは正直知りたいですけどね、あんなけ発言して、あの、まあ、人狼で終わるのであれば、まあ、仕方ないですね。

何のためのクロス声やったんや、まあ、4つり進行はおかしかったとしても何のためのクロス声やったんや <laughs> 悲しい悲しい 9番のプレイヤーは発言してください。発言してください自分は確実に1番さんが狼だと思って5番さんに行きました。はで4番さんも確実に白だと思って4番さんを釣りをしました。合ってたらいいんですけどね。狂人です。マジで狂人ですね。うんだから。 一三狼で会ってくれっていうとこですねいや絶対四番さん村だと思ったんで四番さん行きましたねでちょっと迷ったんですけどね三番さんと五番さんででもきっと五は死んだろうと思ってそれもあの理由があってね一番さんって初秋初手の時に八九一色誕で白って言ったんです <laughs> えっ さらに一番さんの投票位置が一日目5だったんですよね。多分一番さんは、狂人があのグレーの中に潜んでることを知ってたから5に入れたんじゃないかなと。強人釣りたくなくて。だから信じてます。昨日の2投票も狂人ムーブだと信じてます、一番さん。1、3、ローロ信じてますよ。1は、一番正しかったよね1、1は。いやー、2行きましょう。二番さん、あの空で狼はない。 に行きましょう。二番さん行きます。一番のプレイヤーは発言,ていい発言してください。まあ二番いってもいいけど、七番投票するよ。あのキバさんごめんね。<laughs> そうあのねあのー、いやーどうだろうねこれ黒塗る位置なかったからもう初日四マツごめん破裂ツサギさん二 <laughs> 日連続で初日につってごめん本当ごめんねいや俺聞いても三日あの三、ー、回連続なんでつってても,もうだめだったんだ連続じゃないけど三回を、OK ちょっと悲しいな。でも多分ね、一番が頑張って9番の評価収したと思うよ。頑張ってね。はい。でも28世差はぶっちゃけあのどうでもよかった。2番が適当にしって言ってました。人外多すぎ、はいでまあえ。でもそんな俺別に偽要素はなかったと思います。一番自体に偽要素はなかったとは思ってますけど、あったらちょっと教えてください。あの直します。<laughs> 直します。あの、なんだろうな。この1個前かな、4番さん、7番さんと同損した試合で、 あの占い師ひどくてあの僕がちょっと黒くなっちゃったねあの奈良さんに黒塗りしようとしてその試合強人のフリしてる強人のお疲のフリしてワンチャンあると思ってる。二十二陣形だったらえっとてか四爪っていうのがないですね。二十二陣形だったらえっと仮ローラー貫水かえっと占いからですね。はいでク占い行ってでクロスごいかえっと仮をローラーするかのどっちかです、ね。はい。まあそれくらいかな。 あと9番さんあの2番が強人だから、えっと、2番つっ,った時点で1番3番の狼ペアセットでえっと、どうあの人外と村人が同じになっちゃうんで狼と村人が同じになっちゃうんで意味ないですよ、はい、じゃあ7番投票しましょうあのこれ以降はあのちょ感想戦でちょっとお話ししましょう 2> 2番のプレイヤーは発言してください、はい、えい、ー、強人ですね <laughs> えー、7投票ですかあ自動票すればいいですか <laughs> な<んだ> <laughs> ワンチャンあると思ってたのか <laughs> うん、そうですね。まあ、普通に、超人ムーブがうまくいったかなと思って、まあ、13に加担しましたね。はい、であよ、まあ、まあまあ、1番さんうまかったですね。はい、ちょっと最後、3番黒くなって、くるくるのあるすごい怖いのが、あ、そうですね。13は 7, 7って言ってね。七に入れればいいですかね。はい、俺に入れたらい,いですかね。 一瞬一イさんが死んでそれやってるから、それないの、ね。7いくつってやるんいけばいいですかちょっとわかるんないですけど。あ、本当だ。ちょっと、一回配信し直すか。とにあえず五に入れてきました。いい回線が良くないですって言われてるわ。3> 3 のプレイヤーは発言してください。二番失礼だなぁ。まあ黒くなってたけどさ、五千ビットれてるかな。いいんだよ勝てれば。そんな危なかったとかいちいち言うなよ本当に。<laughs> まあまあ一番がうまかったねっていうところかな。うん。キューバーさん惜しいね。これ狂人行こうが村人行こうが別に勝てるんだよこっちは。うん。まあキューバーさん軸のキューバーさんの赤きって感じかな。うん、まあまあ全然。 あ、なった。たぶん、一面はだなますます。お疲れさまです。7番のプレイヤーは発言してください。さいまあ、残念だなって思いますね。8番さんはまともでよかったと思ってるし、まあ、4番さんが発言弱い位置で、謎の2、2番面で謎のグレーズリで、4番さんがつられちゃったのが、深海表が集まって、4番さんがつられちゃったのが残念かと思いますね。1番さんの偽要素はありますよ、たくさん。 えっと、三人、自分の白先の3番さんに黒が出されているのに、2つって3号の精査って、まずおかしいから。<laughs> まずおかしいから。なんで2つるのおかしいから。偽でしょこんなん真に見える人、どこにいるのそれは別にいいでしょう。番さんに関しては、1周目は1番さんの方が真んだけど、5番さん発言伸びてたしな、からの2周目に、えっ、ー、と、ん番3が狩りを出そうとしたのが変だったっていう。くかったね。めちゃくちゃ雑な殴りだし、もうなんか単体で3番さんが黒いですね。はい、次投票します。 投票を始めてください番のプレイヤーが選ばれましたゲーム終了。 人狼の勝ちです。え、<laughs> <laughs> リア協<教>会 <laughs>。リア協<教>会 <laughs>。いや、無理だな、どっちみち。やばー。 ブロックしとこやばーまともな戦績なんだけど割とやばー何があったんだえっにずりってさよくやるぐらいしない

<laughs> あはい9番強人ですもう <laughs> 番4番絶対村だと思ってもう4番さんだけスローっていうえってかね投票結果見てね9強人にリア強じゃないかなって思ってたんだよねねうさちゃんいや俺は思わなかった9が強人だと俺は思いたくなかったってか2番が村だと思いたくなくて9番がやっちゃった村だと俺は信じたかった9番もやっち<え>ったよ <laughs> だってさ、正常な。あれ別々、別人だったら、絶対にさ、三行くも。それは失礼すぎるぞ七番。え、だって、三番、そもそもさ、俺に対してさ、四番が釣り位置上げないから。暗い、強人もあるかもしれないって言ってるよ。上げてるからで、ね。上げてるから、ね。<laughs> からね、いや、さ番さん、めちゃくろかったから。いや、いやご番さん、やめたい。わか,分かんない。よ、ね、番,番,番さん、あの人狼はね、隠蔽するのが仕事だから。 隠蔽じゃなくて捏造で君オオカミ隠蔽できないよ、尻尾出てたから。<laughs> 結局捕まえるじゃないじゃん。<laughs> いや、あれだよ、あれだよ。捕まえてた。そもそもさ、2番が村だったから結局負けなんだが、そもそも五三のランなんて成立しえんやろ、あれ。うん、2>, 2番ずり一択じゃん。そうだね、なんでブラスのバカって。 バカっていや、そうだよね。<laughs> いや、まともな人、ウソちゃんしかいないと思った。い <laughs> やいや、結局ね、<laughs> 結局勝ててないんだから、そういうことぐちぐち言うよ。<laughs> いやあの、君は黒かったよ。<laughs> じゃあ黒かったら釣ればいいじゃん。釣れればいいじゃんだよ。それはリア強がいたかもしれないけど。<laughs> じゃあなんで最初から釣りをさないのって話だよね。釣りをせてない時点で <laughs> 結局釣りをしてない時点で結局それは言い訳だよっていうことは。そうそうそう、だから。いや、ま,まあまあ3番さんの意見はわかりますよ。だから僕の位置的に位置隠してて4番さんに黒目は全然感じなかったから4番外してって言ったんだけど4釣られちゃったんだよね。 そうそうそう。いや、だって、あの9番の表は回収できるなって、9村かなって思ってた、適当に。いや、てかまあ、そもそも9番白だから何でもいいんだけどさ。やべえ。こんな笑った反省が初めてや。4番さんは外してほしかったかな。<laughs> まあ別に4つらん、あでも4つらんかったらそうだね。あの、あの4がめんうざい位置だった、うざい位置というか、精査できるから。 俺さ、1実は一番のさ、白がどこか分かってなかったんだけどさ、冷静に考えたら、たぶん三白だった気がするなった後から思ったからさ、俺絶対一三じゃん、三番狼以外で内訳、この村で成立しねえよと思った。うん、それねー、いや、なんで四つられちゃったんだろうね。三 <laughs> 番のやつだったら一番頑張って俺勝てたと思うけどね。二番がまともだったら負けてたって。 いや、俺、いや、俺っつっても勝ったと思うぞ。あ、2番さんがまともに考察できる人だったら多分大丈夫だったと思うけど。そうだね、2番がまともに考察できるやつ。いや、3番が、あのそもそも、あの、狼の相方がいつもひどいんだよ。はかす言うじゃん,んだ。だからさ、なんだろうな、あれで3番さんがじゃあ、釣りをしてないじゃん。負けてるじゃんっていうのはちょっと違うかな。2番さんがめちゃくちゃナス村でめちゃくちゃムーブしてるし。あ <laughs> れそれ。いやろっか。 やろうぜなんかみんなすっきりしないだろ今の村もうやっとだなもう俺狼引きすぎるんでちょっと <laughs> あの落ちたいんでちょっとできればルームアース変更してほしいですあの落ちるのめんどくさいんでいやもうめちゃくちゃ狼引きすぎて <laughs> あれ聞こえてたあのはあってやつ聞こえてたなんか調長者連携、ね、YouTube めっちゃ笑ったんだけど 今聞こえてたさっきの。一 <laughs> 番さんが、えはえ、二番村人なのって言ってたの聞こえてた <laughs> あのはがめっちゃ好きなんだけど。めっちゃ裏返る感じ。<laughs> 聞こえてた <laughs> ああ面白いな。